中1953年は中華民国の軍人、政治家。湖南軍出身の軍人で、当政治の副審である。後に国民革命軍に属し、南京防衛戦に際して、党を補佐した。字は、祝帰。最初は、学問を志し、1906年には、湖内高等学同友まで進学した。しかし、翌年、軍人の道に転じて、 湖南陸軍小学に転入し、さらに武将陸軍第三中学に進学した。この間に中国同盟会にも加入している。中華民国成立後の1914年、保定陸軍軍官学校第二期不評下に進学し、この時に国民党に加入している。卒業後は湖南省に戻り、湖南陸軍で昇進を重ねた。また、 この時から上官が党政治となり、以後、党の信任を受けてその副審となる。1923年冬に、党が将軍第四子市長権湖南前後、ただ主弁に昇進すると、州は同志参謀長権同士軍官講習所教育長に任ぜられた。1925年、州は将軍第五度々町に昇進した。1926年6月、 当聖地が国民政府に液視し、国民革命軍第8軍軍長に任命されると、州は同軍共同市市長となった。同年9月から10月にかけて、党に随従して北伐に参戦し、武将攻略に関わっている。また1927年1月末、党の地位を脅かすと見られ、かつ、北京政府との内通の疑いもあった。 国民革命軍第12軍軍長演祖名を、州は偽って歓迎して暴殺した。2月、州は、第36軍副軍長兼共同市長に昇進し、4月には、中央軍事政治学校調査文工常務委員にも任ぜられた。さらに、同年6月からは、党から湖南省政府主席代理を委ねられ、土地町長長や、軍事町長長も兼ねている。 1927年11月、当政地は、年間戦争で、理想人ら新構成派に敗北、下野した。それでも、州は、湖北省政府主席の地位に留任し、さらに国民革命軍第17軍軍長に、任ぜられている。翌年2月、州は、湖北省政府主席を退任、軍長選任となる。1929年4月、廃止改めびに伴い、 第十七軍は、新編第八市に改編される。同年の小桂戦争に際し、州は、内逆軍大使寺第四祖地第一重隊司令官に任せられ、新構成派討伐のため、厚生省へ進撃した。しかし、州は、小解析から統制地との関係を再議されたため、戦後に平権を剥奪されてしまう。そのため州は新公正派に転じ、同年十二月、 厚生省で、党浅見が組織した第十二軍に軍長として迎え入れられた。中原大戦で州引きる、第十二軍は一旦調査を攻略するなどしたが、省を支持する、湖南省政府主席南下議の反撃に敗退、ゲアに追い込まれている。1932年、州は党の敗下として復帰し、1936年には陸軍少将区組を授与された。 日中戦争勃発後の1937年11月、東政治が南京永寿司令に任命されると、州は同司令部参謀長に任ぜられ、さらに陸軍中上区組を加えられた。翌月の南京防衛戦では党を補佐して作戦に従事し、党が南京を脱出する際には、傍らで警護を務め負傷したが、残軍の退却式なども受け負っている。退却後、州は、 統政地と共に職務から罷免されてしまうが、その後は陸軍大学での学習に転じ、翌年春に卒業した。まもなく、湖南省政府主席、超おさむ中の昇平を受けて、州は同省政府総参議に任せられる。公認の省政府主席、節学からも、州は総参議に止まるよう要請され、1941年6月には、省政府委員となり、 1943年5月には、同省政府民政庁長となった。この間、州は、調査改善を戦う説を特に行政面でよく、補佐している。1944年に、五期委が、説の公認として、省政府主席となっても、やはり暮れから、湖南省政への関与を求められ、1945年8月には、省政府省南行所主任を務めた。 戦後の州は立法院立法委員を務める。国境内戦末期の1949年、停戦、陳昭人らが中国共産党への義を起として、州に相談を持ちかけると、州もこれに応じ、同年8月、起義は成功した。しかし、中華人民共和国建国後に、州は心臓病で倒れたため、特に公職に就くことはなく、 調査士で療養生活を送っている。1953年調査士にて病没。去年63。ありがとうございます。